はい、東映でございます。アサシンクリードオリジンズの続けていきます。よろしくお願いします。うい、行きましょう。近くに宝がある。これちょっとゲットしていきましょうか。シュー、はいはい、ごめんね。ここら辺ですね。ちょっとセネル見てごらん。ここにある。もう一つくらいあるっぽい。あっ、とこれかな。近かったですね。そーい。お、岩の裏だな。水の中探るのも面白そうですね。ヘビークラブ。おお、なんかいろいろあるぞ。そういえば装備をね、俺売却してたんですけど、見てる方からね、分解した方が素材結構取れるんでいいですよみたいな感じで教えてもらったんでね、ちょっとそれやってみましょうか。分解っていう概念を忘れてましたね。あ、これだね。鉄が出た。おお、なるほどね。やっぱでもこれはいいですね。確かにこれで素材をこう拾ってくる手間が結構減るんじゃないかな。あ、いいっすね。お、なんか強化できるじゃん。ライフが上がる。よし、そろそろ素材のカテゴリーが変わるかな。あ、まだソフトレザーいるんですね。でもしばらくソフトレザーなんですね。次はどこ行こっかな。このクエ行きましょう。あ、でもレベル20だな。ここも20、15。これは一応いいですね。適正ぐらい。あ、でもめぼしいのは結構やってますね。こう見ると。まあ、そこに行きましょうか、じゃあ。あれ？高速移動できない。水の中いるからか。あれ？なんかいる。あ！こいつか！こいつが原因だ。なんだこいつ。ワニか。よかろう。お前と遊んでやる。うい！チェイ！チェイ！噛みつきローリングをされないのか。よいしょい。あ、でもこいつなんかちょっと強いやつだったっぽい。紫、なんか紫の皮になりましたね。ちょっと上等なワニさんだった。いいお財布ができそうだね。聞いた。ふう。ここに、よいしょ、最後へ。あれ、頭真っ赤。そっか、ワニさんの帰りしかな、これ。ここら辺は
はい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 。なんか四六時中人がうろ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 してますね。今何時ぐらいなんだろうなこれ。あんまりでも真っ暗闇みたいな状態にはならないですね。待て、ここを見て。あれ？俺に言ってる？嫌ですけど。急ぎの仕事を一つ頼みたい。うどうだね。いや人違いだった。行っていいぞ。近い。君その紋章、名誉を尊ぶものか。最近じゃ見なくなったが。俺はメジャイだ。何か問題か。いいぞ見つけた。今日中に届けてほしい大切な宝があるのだ。仕事に対しては十分な報酬を払う。さあほらこれは手付金だ。この町は金に糸目をつけないようだな。よし来てくれ。さあ君に頼みたいのは何より重要なものだ。そうだろうな。商人の仕事は簡単ではないのだ。虎の皮や彫像をさばくのも楽ではない。あの労働者たち、またか。まったく案の定だ。ああそれと仕事をサボるなよ。絶対頼んだぞ。洪水のせいでこれしか残ってない。かなり気にしているようだな。荷物を。彼女はアレクサンドリアにより良い変化をもたらすため神に使わされたのだ。彼女？彼女？人？護衛だよカーラ。前回と同じことを繰り返さないでおくれ。おい待て、頼まれたこととかなり違うぞ。メジャイ、娘が無事なら金はいくらでも払ってやろう。あカーラ、歓迎会は今夜だからね。準備を忘れずにな。もちろんよ、絶対に行くわ。あなたが来てくれてとっても嬉しい。すぐ家に送り届ける。心配するの。あらありがとう、頼もしいわ。運河を渡るのが一番早いって書いてますね。どこに行くのこれ。目的地は、あ、ここか。はいはい。じゃあ船で行きます。船で行きますかっつって。ちっちゃい船ないな。あ、あるじゃん。目の前にあった。水の中普通に入ってきた。これほんとなんか納豆の藁みたいですね。すごいねこの。でもなんか波とかにすごい強そうだな。さあ計画は変更よ。ほう？うん。あ、まったく。さあ家に戻る時間だ。お断り。新刊にはもうあった？退屈よ。よし中央市場行かなきゃ。新しいペルシアーマがあるって欲しいわ。5番だろ。じゃあ叫ぶわよ、兵士が来るわね。で、そう、もし生き延びてもお父様がすっごく怒るから。これはアヌビスの試練なのか。それとも実は変装したセクメトなのか。何それ。なんでも。そう、まず私の馬のところよ。私がいなくて心細い思いをしてるでしょうから。誰もこの水をきれいにしないのね。うまく船を操るのね。どの護衛よりもずっと上手だわ。ありがとう。もしあなたが早く行きたいならいいけど。街を見てみてよメジャイ。あなたみたいな人には恐ろしい光景。汚ねえって言いながら普通に飛び込んでったの。普通に飛ばずに入れるんですけど。町のこの辺りは本当に素敵よ。素朴でね、匂いでわかるの。ちょこちょこ気取らずに生活してるのが。ペガサスは私に会いたくて仕方ないみたいね。あ、ごめんなさい。
ちょこちょこ走るな。あんたの馬はペガサスだった。元気出して。お嬢様、よくお越しくださいました。新しい蹄鉄はもう履かせてあります。まあ大変だった。してお支払いは。俺の仕事は護衛だ。馬のことは知らん。彼の前で私と言い争ったなんて聞いたらお父様は喜ばないわよ。それは、お父様と話します。ああ、ペガサス寂しかったわね。そうね、綺麗な子。あとは翼さえあれば。さあ行くわよ、ボエ。あ、これ俺が乗るんかい。はいはい。セピーヌ、どうぞ。さあもういいだろう。家に戻る時間だぞ、カーラ姫。あなたもつまらない男ね。少しくらいいいじゃない。ここに置いてくべきだな。私を送り届けるのが務めじゃないの。誰が咎める。あなたの両親よ、でしょ。なかなか上手だ。見てごえ、あそこ私が初めて兵士と討論した場所よ。相手は最高の気分だったろうな。市場でもっとアマを買わなくちゃ。父親に言われた通り家に送り届ける。どこにも寄らない。さあ行け。完璧なアマを手に入れる機会を見事に潰そうとしてくれるわね。アマ布に種類があるのか。あなたっていつもの護衛よりずっと真面目なのね。もっと早く動けない、護衛。ちゃんと名前で呼べ。バエ君。ああ、名前を知ってたんだな。全員の名前ちゃんと覚えてるわ。誰のだ。護衛たち、できるときは家族に贈り物もしてるの。カーラ、カーラ。何？天布を探しに行けたら嬉しいか。本気？優しい。もちろん。ありがとう、バイク。面白い見つめ方をするのね。そうか。バイクの声弱いんだね。もうすぐだな。やっとだ。すごいちょこちょこ煙を上げて走る。ほらそれよ、このアマなら間違いない。重いわ、手伝ってくれる。はいはい。バイク、ペガサス、え、馬が盗まれた。ちょっとマジで。ここにいろ、動くなよ。お、戻ってきただと。なぜだ。おい、なんだ。死ねえ、ぶしきらめ。お、やる気か。よし、終わった。どうどう、家へ帰る時間だぞ。厄介なご主人様が寂しがる。ペガサスか。なるほどな、いい名前だ。アヤはお前を気に入るだろう。あれ、カーラどこ行った。彼、いたいたいた。馬の蹄鉄を直すのに少し離れただけなの、ほんの一瞬。ああ、君が今日の真実の英雄らしいじゃないか。娘に聞いたぞ。ずっと彼に護衛を頼めないかしら。お願い、お父様。メジャイを永久に雇うには一体いくらかかる。ここに長く留まる気はない。そうか、では英雄の奉仕にふさわしい代金を支払わせてくれ。ゲッツ。お、自分で乗った。よく戻ったわ。私のメジャーになる準備ができた。ああ、いや、その、うん、まだ考え中で、つまり、うん。すぐ真面目に受け取るのね、バエ君。私はあなたが無事で嬉しいだけよ。町で一番の護衛がね。いい子なんだよね。
次はもうなかなか面白いクエストでしたね。ヒッポドロームにちょっと乗ってみますかね。出てみたいな、これ戦車レースどんな感じなんだろう。お？競技会チュートリアルからもう割と単純なコースですね。すごいな。あ、ここ長押しで全然操作が違うんですね。おお、単純なだけに相手を追い抜きづらいですね。これ馬のそれそのもののパラメーターで勝負しないみたいな。なるほど。ほら、なるほど。単純なだけに結構難しいかもしれない。おー、減ってる減ってる。ほらーほらー、隣？はい、つけた。それー、あ、なんか落ちてるんだけど俺あ、連打すんのか。面白いな。ほら、あれ、はいはいはい、相手がなんかあんまり落ちたりどうだりってならないですね。なりにくい。あいつ速え。あれ？終わった。ちょっとやってみますか。なんかチュートリアルでこいつ走ってる感じだと勝てない気がするけど怠慢なのこれ。あ、でもそっか、戦車の数的にあんまり入れないもんな、広さのこと考えると。いや、何機かいるか。4機ぐらいいる。あ、いるね。
すごいなこれ、迫力ある。ほらい全然慣れ聞こえねえ。インを攻める。ほらー、いけー、ほらい、あぶねー、結構熱いやったぜ。これは何回やるんだろう、次のレースって感じ、何試合かやるんですかね。なんとか勝てた。でもなんかギリギリですね。抜かれた。やるな。これはいかんですか。おらー、後ろからのタックルはあまり効果がないな。この横から弾くのは意味がありそうだ。潰し合え。いや、独走されてる。おらー、よっしゃー、やらせはせん、やらせはせんぞ。やばい、ちょっと外に弾いた。やばい、行かせん。おっしゃー、あぶねーあぶねー、ずらしたおかげで勝ったあぶねー、あぶねー、叩き出してなんとか離され勝ったわあ、すげえ砂煙だ。なるほど、こうなってくのか。こりゃすごい、面白いな。なんじゃお前、横からめっちゃ突っ込んできやがって。無茶しすぎだろ。やらせーん。あいつ早い。おお、うまい。
まいなあいつ。これはいける。おらやばい、変なやつにいいのと。いか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 い、これはまずい。いか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 い、違う違う、タックルしてない、タックルしてない。相手にすげえ縛かれてる。いやー、これ無理かな。これは2位か。頑張って2位か。くそー。だが、総合的には俺の勝ちでしょ。ういみんなそんな感じでダラダラ止まる。やった、あ、ベンカーやったぜ。いやー、なかなか迫力あって面白かった。でもこれ150円のため ここまでやらないでしょ収入少なすぎない、これ。もっともらえないと。面白いイベントだこれ。これなんだっけ、これなんかオンラインのイベントかな。でもなんかマークがつかないですね。レベルが詰まり始めたかな。今俺いくつ、17か。なるほど、3ぐらい足りないんですね。そろそろメインクエが詰まった。あれか、ハゲタカのなんか皮だっけ、なんか頭かな、忘れたけど、なんかそれないんだよね。何かでゲットせねばいかんのだが、どこでゲットするのかよくわからんっていう。こういこうか。土地広いなあ、すごいね。あ、賞金稼ぎなんだあれ、赤いマークって。家はどんな感じだ。あ、カバが、暴れカバが来てる。暴れカバ来てた。ちょっとラクダちゃん待ってて。暴れカバと決着する。暴れカバ来たわ。OK。ハゲワシをどうやって狩るかだな。これに綺麗だね。来たぞー。よーし。あんまり強すぎないでくれよ。すごいエコーして。ここの主、ハルクフに会いに来た。私は忙しい。話なら代わりに他の者が聞く。何か誤解してるな。俺はメジャリ。アポロドーロスの使いだ。アポロドーロスの、そうか。スカラベの剣で来た。サイスに暗黒をもたらす影だ。その邪悪な名を口に出すな。アポロドーロスは現状を知ってるんだ。みんなが私に打ち明けるから。商売は締め付けられ、兵士はのさばり、プトレマイオスの風に命を絞り取られるばかりだ。こっちだ。屋根のある場所へ撤退しよう。
ほーい。スカラベに関するひどい話はたくさんある。アポロドーロスから聞いただろう。切り刻まれたとか消えたとか、砂漠に埋められて死ぬまで放置されたとか、恐ろしい運命だ。きらめく砂に囚われて、無情な日の光に心も体も蝕まれるのだ。ドゥアトへと解き放たれるのを待つしかないとは。これらは噂に過ぎない。サイスには本物の悪人がいるが、スカラベは実在するなら彼について話をするのは危険だ。隠し部屋か。おお、なんだこれ。ハルクフの工作員の仕事か。民は苦しんでる。ああ、サイスもシワと変わらないな。スカラベについての情報ですね。お、一気にクエスト受けれた。ああ、さっきのことは事実なんだね。頭蓋骨だけが出てる死体が砂漠にあったって書いてある。最後にスカラベについて尋ねた者は命を奪われるところだった。舌を切られたんだ。うん、それは誰だ。その彼は強大な力を持つタハルカの義理の父、グフパだ。あの少年カーブが孫に当たる。いや、見てるだけか。おじいさんと話したい。今いるか。うん、今朝ピュロスの野営地に行った。もう戻るはずだよ。途中で会えるかもしれないな。バイクはなんか節々で優しさがこう垣間見えていいですね。センドチェック。なんか獣がいっぱい囚われてますね。あれを解き放ってしまうとちょっと楽ができそう。ターゲット発見。2人いるな。待て。いや、見つかったら面倒だ。1人だけ釣れないかな。おい、はい、こんにちは。これはいい感じだ。なんかもう一人近くにいない？そんなことないかな。口笛マジ便利。そういっ。
たいたいたいた。しかも一人でいるじゃん。こいつは都合がいい。あれ？こいつは反応しねえな。おしっこしてる。ほらー、パチションやめなさい。パチション中に殺されるっていう悲しみ。宝はどこだね。宝はあった。セットでいるんですね。ライオンゴー、出たー、いけー、頑張れー、頑張れライオン、ライオン頑張れあ、やられちゃった。この時代の人たち強いな。ライオンをあっさりと片付けてしまう。誰もいなんだ。動きにくいな。 あそこもいるね。あの物乞いは？あいつか？野営地の周りでコソコソしていやがったから、あの二人が痛めつけたよ。どの物乞いだろう。外に出なさい。行け。あー、馬がやられた。見るものすべて襲う。おお、食べてる。へえ。なんとまあ。ライオンさんこっち来て。あ、いたいたいた。ノー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 。よしよし、タゲが枯れ。ライオンが暴れてますよ。ダメだ、俺に夢中だ。俺を食べたいらしい。おい、はい。ちょっとライオンとじゃれてる。でっかいニャンコ。アイシュ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 。でライオンさんがちょっと上がってる間に俺はこいつだったんです。勝負、やってみろや。うい、どう、ライオンとどっち勝った？頑張れ、応援してます。頑張れ頑張れ。さあ、どっちがチャンピオンになるんだ、どっちがチャンピオンになるんだ。いけいけいけ、俺のポケモン。あー、負けたー、マジかー。厳選の一つ。普通にライオン倒す。みんな立てた。これは今俺が持ってるやつが強いんじゃないですか。でも非耐性とかそういうのついてないからね。はいはい、今出しまーす。おい、
出ておいで。あ、持ってくの、はい。はい、わかりました。グフバ、さあここを出よう。おう、ラグマちゃん待ってくれた、ありがとう。あ、ダメ、乗せれねえ。あ、乗せた。ゴボゴボ、あ、そっかそっか、舌を切られた。スカラベが舌を奪ったのも知ってる。協力してほしい。ハルクフが言ってたが、スカラベを調べていたそうだな。手を貸せ。そうすれば奴を俺が片付ける。企業家、放浪者、ここで立ち止まらず。聞いたわよ。はい。おじいちゃん、大丈夫？怪我は？してるが、無事だ。水をやる。兵士たちにひどい扱いを受けていたが、もう大丈夫だ。父さんはどこにいる？これを伝えないと。父さんは出てる。大きな仕事があって。母さん、おじいちゃんが怪我を。兵士にまた物乞いと間違われたんだ。お父さん、今度は何をしたの？スカラベを探してたんだ。彼の手を借りたい。その代わりに、あんたたちを守ろう。何がスカラベよ。誰も信じてない。読んでもらいたいみたい。スカラベがレトポリスの町に戦士を招集しているようだな。なんてこと。そこは夫がいる場所よ。砂漠に飲み込まれた町か。そこを再建するのが父さんの役目。僕たちもすぐに行くんだ。でしょ。ええ、タハルカはそこでずっと奴隷のように働いてる。あなたを助けられるわ。何でも知ってる。行くなら伝えて、会いたいってお願い。任せておけ、カワブ。最近はいつになることらしいな。自分の体に引きこもっているといいないといいのだが、君が欲しがっているシリカをいくらか送る。レトポリスの砂の下から見つけたんだ。そう多くはないが、砂漠はやすやすと宝を譲ってはくれないのさ。ギザとメンフィスとヤムにも工作員を送ったよ。必死になってくれるものを引き寄せるためにね。心配いらない。彼ら口のうまい歌い手で、私の先導者みたいな野犬じゃないか。うん、スカラベにつながる第一歩ってところかな。お、権力のラインを。クエストほんといっぱいありますね、マジで。でもウィッチャーに近い感覚をある。もう一つの理由はこれだよな。なんだ、ちょっと待って、何なんで、何何は、何、誰誰が、ええ、どういうこと。ええ、あ、こいつどうした。あ、賞金稼ぎみたいな人。どうしたお前、やってみろ。ほら、ん、他にもいる。いっちゃ、やっぱや、列勝へ、列勝。いたー、よし、死んだ。上にいるな。疲れてきたか。降りてこい。バックスタブのダメージやばいね。いでいでいで。よし。あら？まだいた。お前どんだけいんだよ。いで、かすった。うい。遅い。いやー、急に困っちゃうね。どうも。いらっしゃい。店の前ですいません。今日は何がご入用かな。
だいぶ普通に接してくれる。弓も黄色出ないかな。10ぐらいクオリティ上げるのに700だから、まあ安いっちゃ安いですね。さよなら。ガンガンアップグレードしていってもいいか、いいっちゃいいんだけどね。あ、これ強いじゃん。ちょっとなんかなるべく黄色を上げたい感あるよね。やっぱスキルがいっぱいついてるやつの方がいい。あの人でもなんで急に襲ってきたんだ。イカレ野郎見たか、あいつ変な声を出してたぞ。誰？グフパじいさん？うう。タハルカ様の奥様はお優しい。彼女と引き合わせてくれた神々には感謝しているの。頼むよ。どうした？作物を全部積み込まないといけないんだ。すぐ済むようには見えないぞ。そうだろう？すまない。普段は二人いるんだが、息子は力不足で。少年を休ませろ。心配するな。収穫は俺が手伝おう。息子だけで働くには幼すぎる。まあな。だな。だが支払いな。遠いな、おい。どここれ。ありがとう。これでセフェトルの手下に渡せる。少なくとも今回はな。そいつらのことを話してくれ。サイス中で威張ってるが、特に町外れを狙ってる。奴らを取り仕切ってるセフェトルはみんなの全財産に課税させてる。修税官を探してやり方を変えさせてみよう。あんたはここで息子を育てろ。ああ、これであいつも休めるし体力を回復できるだろう。神のご加護。親子に弱そうだね彼は。ここか。ここはなんか全然行ったことないとこですね。ちょっと時間かかるな。あー、刻むとしても、そうか、じゃあまあ行くか。道なりに高速移動を解放しながら行きましょう。新エリアだからしょうがない。よし、行こう。一体どうしたの？いつでも行けますよ。うん、ちょっと川の位置も確認しながら。お、ここは木材を切り出してる場所っぽいですね。よし。ちょっと待っててね。上行ってくるね。あれ？ここ、その隙間ぐるってできないんだ。あ、逆側に回ったりできないんだ。おお、砂漠が近いぜ。現実逃避。次はここかな。途中になんかいますね。食事中。そい。どう。二匹いた。よし。待てー。おー、いたー。セヌー、セヌアタック、ありがとう。素晴らしい。
やりおる。さすがセヌちゃん。やりてえ。ここもなんかの街っぽいですね。あ、砦だこれ。二騎王砦。あ、なんかいる。あ、カバさん。カバか。これ暴れカバ？なんか傭兵でやってるからいい、ほっとこう。兵士でやってるからほっとこう。わわわ、いろんなところでカバが暴れてるんだ。カバを迎撃するための砦なの。あ、なんかいっぱい動物がいる。あ、ライオンだ。チース、勝負。さあ、俺のこのラクダ騎馬兵に勝てるか。我がマムルーク兵に勝てるのか。せい。エイジオブエンパイアで私マムルーク結構使ってました。そい。でもやっぱり私は砲台が一番好きでした。最後はスペインばっかり。えい、そい。そろそろ降りるか。よし、来い。勝負だニャンコ。この世界ではニャンコと戦うしかないのだ。そうか、スリープダガーがあればニャンコも確かペットもできるんだよ。スリープダガー早く覚えないと。おいでー。来て来て来て。めっちゃニャンコいるやん。ここら辺ライオンの巣だ。俺がずっと乗ってるとこのラクダちゃんがついやられちゃうから。よし、お前ら逃げてろ。いやー、竹井壮でもさすがにこのライオン5匹を相手にするって言ったら無理でしょ。なんぼ竹井壮でも。あ、いたいたいた。あれ、なんか円幕出しちゃった。あれ、円幕ってどうやったっすか。円幕はここで切り、あれでも違うな。円幕どうやって出してんだ俺。円幕は回避後に三角か。ほうほうほう。回避の後に三角。スリープダーツを、あ、覚えれる覚えれる。よしよし、きたー。あ、こうか。ごめんラクダちゃん、ごめんごめん、ちょっとやりたくて。回避の後に強攻撃やると出ちゃうから結構事故って出しちゃいそうだ。あー、ライオンが無残に。すまねー。この辺にまたいるな。あ、いた。風が強くなってる。あ、本当？まずいな。よし。これか。
ヒョウか。クロヒョウ。いや、これハイエナだな。うわ、めっちゃ群れだ。やべ。群れの生き物だ。少しずつ切りつけると俺の剣は出血ダメージを与えるから。よし、獣ハンター。いろいろ強化できんじゃないこれ。いっぱい倒したよ。よし、お、一個紫になった。もうちょいだね。獣ハンティング。おお、もう町なんだ。うわ、すげえ、砂に埋もれてますね。これ何買える？あ、服か。へえ。へえ。結構お高いな。うん、クエがある。ようこそ、ようこそレトポリスへ。おお、すごいな。ここは遥かの夢の地だ。おお、すごいすごい。ここにもなんかすげえクエストの数だね。やっぱホルスなんだねこれは。こんにちは。タハルカ。ちょっとおっしゃった。俺はバイク、チワから来た。強そうこの人。いかにもタハルカだ。サイスの計画者、レトポリスの責任者のな。家族に会ったぞ。奥さんに場所を聞いた。スカラベの件であんたの力を借りたい。ここでは話したくない。誰が聞いてるかわからんからな。中で質問に答えよう。あんたの息子からの伝言だ。会いたいと。すぐ会える。息子のことは夢に見るほどだ。私の後を継いでくれる。世界は夢を見る者が作るんだ。君の夢は何だ？いや、そんな大層な夢は持っていない。奴を追うだけだ。スカラベは弱者にたかる。怖くはない。やつを恐れないのか、タハルカ。義理の父にあんなことをされたのに。グフパに起きたことはつらい。私の仕事が原因で彼に災いが降りかかるとは。神に許しを。タハルカ様、遺跡が攻撃されてます。バイク、手を貸してくれ。砂嵐が来てる。スカラベが来たのか。あの激しい音は砂嵐だ。砂漠の野犬が集合の合図にしている。略奪者どもは砂嵐に乗じて襲撃してくる。離れないで。スカラベではなさそう。卑劣な奴らに囲まれるぞ。私の夢を邪魔されてたまるか。ほい。嵐の中から来るぞ。いけ。奴らは嵐の翼を借りて飛んでくる。あ、なる、俺そいつ守んなきゃいけない。
が砂漠を巻き上げる。山のような姿。そい。前の地でこの大地を潤そう。シュイ。ここに来たのが間違いだ。シールドバッシュはシールドバッシュできない。偉大な男とのご対面だ。さあ、メジャー、ここに戦え。いで。早く追い詰めろ。あ、なんか相手に入っちゃった。誰か手を貸してくれ。こうなっちゃうのか。イエーイ。次はどこだ。すげえ砂嵐が本当に見えない。いたいた。メトポリスの槍たちよ、立ち上がり、自らの血を守れ。やつらに正義の刃を見せてやれ。あえて嵐に迷い込むなよ。柔らかい肉を食らうつもりが、どう猛な鉄の牙を食らうことになったら。ここまでだ、クソったれ。終わりか。聞こえたか。気を抜くんじゃねえぞ、今日。まだいるのか。相当いい、すごいでかいとこそこ行ったんだ。役立つ者はライオン気取りだが、ただの野犬に過ぎない。マイク、奴らを止めろ。近くにいてくれ。メトポリスは抗うぞ。やってくれ。犬どもめ。ちょっとやっぱり。いてててててて。あ、クソ早かった。うお、やべ。俺はピンチ。よし。エンバーか。大丈夫か。バエク、君はソベクの歯のようだったぞ。共に行こう。砂漠の野犬による邪魔もこれが最後だ。君の強さがあれば奴らの脅威も終わる。タハルカ、血に飢えているのは分かったが、盗賊は俺には関係ない。その前にスカラベについて話してくれ。君がつけてるのはメジャイの証だろう。略奪者はメトポリスの善良な人々にとって脅威なのだ。来てくれ、バイク。奴らの愛する砂漠に野犬を追い返そう。その後、君が聞きたがってる話をするとしよう。わかった。今日はあんたの大義に付き合おう。しょうがないにゃ。どこ行くの？あ、あ、なるほど。迎撃しに行くのか。さあ、バイク、剣を取り共に戦おう。まだこの中にいるのか。勇敢なレッドポリスの奉仕者よ。役立つ者どもを巣穴から引きずり出し、砂漠にその血を撒き散らしてやれ。入ります。あんたが打ち込んでるこの仕事、
不可能じゃないのか。確かなことは神にしかわからないさ。星に向かって手を伸ばさなければ近づける距離もわからない。レトポリスは奇跡だった。砂漠に飲まれるまでは私は世界と神に示したい。全力を傾ければ人は何でもできる。きっと神は私の計画のために君を使わした。強い腕、鋭い目を、共にこの地を再建しよう。なんか飲み込まれそう。俺には俺の重要な仕事がある。私は君を説得してみせる。なんか指導者気質なおじさんだな。あれか。ウィース。お宝がある。さすがに洞窟の中まで詳細見えんか。お前一人で行ってこいっていう感じだな。わかりました。じゃあ盗賊します。行きます。捕まえた神官のこと。あれ、ちょっとおじさん。ガバー言ったな。おい、おじさん、ちょっといいおとりだけど。正面から行くな。おっちゃん正面からがっつり行くな。おい、まずお宝いただこう。きつい。あ、降りてきた。ここだ。おい、いらっしゃい。盗賊が何人か上にいるようだな。はいはい、先に行きますよ。やる。おい、なんだ。こんにちは。盗賊ハンターです。いやー、飛んじった。痛い。あ、なんか捕まってる。開けましょうか。誰これ。感謝するよ、バイク。私の夢はついえたかと思っていたんだ。君のおかげで略奪者どもを捕らえることができた。捕らえるって死んでますけど。虐殺の女神セクメとその信者たちだ。混沌だけを欲している。スカラベとのつながりを。ないな。奴らはライオンぶっているが、ただの腑に食いに過ぎない。今度は奴らが腑に食になるがな。この神官を町に連れて帰る。後で家に来い。夕食を取り、君が知るべきことを教える。あざーす。タハルカ様にクタハの祝福がありますように。なぜこんなところに。侵略者どもにさらわれたんです。メンフィスからレトポリスは安全だと思ってた。今はな。そしてこれからもそうだろう。メンフィスから来たのか。メンフィスには神官が多く、私は必要ない。ですがあなた方のおかげでここには肥沃な大地があります。最近のメンフィスは。事実、影に覆われています。神々の怒りを招いてしまい、破滅の呪いをかけられました。あなたの使者がメンフィスで未来について語りました。私は神々に仕えるために来た。落ち着いたらレトポリスに家を用意しよう。この人の頭すごいな。これなんか鉄のカツラみたいなの被ってる。
よし、これで聞きたいことが聞けるんじゃないですかね。というところですね、一旦区切りたいと思います。で、またね、次回もよかったら見てください。よろしくお願いいたします。どんどん続きやっていきます。お疲れ様でした。